現代。化石燃料をですね、たかだか500年で、まあ、使ってしまうと、地球が数十億年かかって作った化石燃料をたった人類が500年ぐらいで使ってしまうと、そうするとこれからですね、まあ、1000年後の人類はどうなるだろうかと思うわけです。ただ別に心配することはないんですね。今私たちが石炭とか石油を使ってやってるようなことはできないわけなんです。ないから。だからその時代でですね、それにふさわしい生活をやるというだけのことなんです。山口県立大学は基礎セミナーという特徴のある授業を取り入れています。基礎セミナーとは1年生全員を対象にした大学生としての基礎や教養を学ぶためのプログラムで、グループ活動を通じての協調性や調査能力の向上に力を注ぎます。セミナーは前期と後期とに分かれ、提示されたテーマをもとにグループ活動を行います。2009年度前期の基礎セミナーでは環境をテーマに活動を行っています。そしてグループで環境問題について注目し、調査活動を始めました。授業の合間などに各学部に環境問題の対策についてアンケート調査の実施をしたり、空いたコマを利用したグループでの話し合いをしました。各グループが何度も話し合いや調査した結果を最終のポスターセッションで発表します。ポスターセッション当日です。ポスターセッションは山口県立大学の体育館で行われ、全35グループが発表を行います。そして環境に対してさまざまな調査結果が出されました。私たちは橋について調べました。日本に橋が入ってきたのは弥生時代の末期であると言われています。聖徳太子は中国の橋の文化を見習い日本に広めました。近年日本国内では年間約250億膳の橋が使われており、これは1人当たり年間200億弱の割り箸を毎年使い捨てていることになります。でガスと電気どちらの調理方法が効率的なのかは、ガスは材料を切った後炒めて、その後煮る際も焦げないように注意し、何度もかき混ぜなければならないので手間がかかって、でも一方電気では材料を切ったら全ての材料を炊飯器に入れ、炊飯ボタンを押すだけでよく、調理時間を有効に使えることが分かりました。肯定的意見については、レジ袋は原料がエチレンで、輸入をしないとレジ袋が、どのグループもリサイクルや省エネルギー、二酸化炭素の削減やエコバッグなどたくさんの分野にわたる発表を行いました。順位は学生と教員が内容を評価して投票するという形を取りました。基礎セミナーの発案者、溝手先生のお話です。今を生きる学生たちは持続可能な社会の担い手として活躍していくことになります。このような学生たちに求められている力は学士力、もしくは社会人基礎力と言われています。基礎セミナーはキャンパスルーキーが高校生から大学生への学びの転換を図ることを目的として開講しています。学習習慣や生活習慣を身につけながら、自己管理やチームワークを通して社会性を身につけるとともに、基礎的な知識や最先端の科学的なものの見方といったものも身につけていきます。中に入れてみる候補として挙がったのがトマトのヘタ。この班は普段捨てがちな食材を再利用した廃棄物の削減を目標としていました。トマトのヘタ、みかんの皮などを利用したホットケーキや、その他おかずや染め物など多彩な削減案を提案しました。さらに発表した料理の実物を用意し試食するなど、見る側の理解を高め、発表内容に工夫が凝らされていました。全体の発表を見て、環境に対する知識や調査能力の向上、プレゼンテーションの能力など得るものはたくさんありました。
まあ、学生15回の授業でグループ学習を一生懸命やりまして、ポスターも作りリハーサルの練習もして今日迎えたわけです。みんないい経験だったと思いますので、この成果を後期にも生かしていただきたいと思います。後期にも同じく基礎セミナーがあります。この基礎セミナーで得た知識や能力を今後のキャンパスライフで役立てていくことが大切だと学びました。